私の住む町の電車は乗ってすぐ一度びっくりするくらいガクンと揺れる。連結ってのがあるんだそうだ。話があるんだけど。なんだよその顔。あなた携帯見てるでしょ。見てないよ。嘘だって。見てないって言ってるだろ。浮気相手のアドレスでも入ってんのか。家の中にね、学校の先生がいるみたいよ。いつも家族のこと一番に考えてきたのに。あからいつもこぼすんだよ。そこでよそ見しない。子供いるってそんな感じなんだろうね。川島さん。はい。カプチーノ入れるの上手になりましたよね。やりましたよ。え、そうだっけ。チューしてるよ。狙ってるんだろ、夜の部。情報がすべて左手の中に入っていて、旦那さん見てる。のきパパのこと好き。うん。そっか、しなくてよかったんだよ。だって私みつこさんと私のこと調べてたのかな。彼氏作ったら。やめてー。